こんばんは。かわいいフラペチーノさん、ありがとう。魔法だテクマクマヤくん、え、セーラームーン、やば、ありがとうマチさん、ありがとう。体調が良くならなくて、熱は下がったんですけど、なんかずっと微熱が続いてますね。37.1 とか36.9 とか37とか、こう行ったり来たりしてます。ゆずさん、ありがとう。今日別の病院に行ったんですけど、詳しい原因は分からなくて、なんかいろいろ重なってたんだろうみたいな感じでした。結局そう、なんか副反応が何日か後に来ることもあるみたいで、多分副反応もあるし、普通に疲れとかもあるみたいな。相変わらず腹痛だけは変わらず、ずっと痛いので、腹痛だけはずっと痛い。お腹だけはずっとね、痛くて収まらない。かわいそう。寝ても覚めても正常に戻ってないのが珍しくて驚きって感じ。サポンちゃん、ありがとう。かわいい、これ。あの病院の先生にアイスは食べちゃダメですかって聞いたら、アイスはやめときましょうって言われて悲しい。でさ、今めっちゃお腹は空いてるからさ、いろいろ食べたいんですけど、やっぱちょっとお腹にいいものから食べましょうねって言われて、そう。リュウジさん、ヒラリーハットさん、ありがとう。結局ね、うどんとかおかゆしか食べてないから、痩せちゃうかもしれない。お菓子とかグミとか食べていいかなってママに聞くんやけどね、絶対にダメだよって言われる。何も食べれてない。なんかね、お腹が痛いのもね、ずっと痛いわけじゃなくて、
波がねあるから、今はそこまで痛くないけど、なんか急激に、なんかね、いわゆるよく言うお腹が痛い感じとねちょっと違うくてね、なんか痛いんですよなんか痛い、稲妻でも走ったかみたいな痛さ。それはちょっとわからないけど、あのお腹ずっと痛いけど、お腹が超痛い時どんな感じだったっけちょっと覚えてないや覚えてないんですけど、ちょっと ここもう3日ぐらい体調悪いから、珍しい3日も体調が悪いなんてね。まあ、あのいつか元気になるので、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。人生これから、まだまだこれからです。長い人生のたった数日なんて忘れますから。心配で7時間結構ちゃんと寝とるんやろうな心配で7時間、まあ普段何時間寝とるかにもよるけど、まあ、7時間はしっかり 寝とるわきっと。寝てました、ありがとう。国旗地上にのママに、なんか人の体の、あ、間違った、1度とか2度って本当に大した差じゃないのに、人間の体温の1度2度って本当に大事だから不思議なもんだよねって力説してんのに、一生懸命あんまり分かってくれないんですよね。鼻で笑われる。え、分かるよね、みんな言ってることが。わからないかな。ゆうじさん、ありがとう。あの1度とか2度って本当にビビったる差じゃないですか。なのに人間はそう、36度と37度って全然違う。わかるって嬉しいわ。かっちゃんありがとう。気温も26度と27度ってそんな変わらないけど、
人間ってすごい大事なんやなみたいなことを言ったら、なんか鼻で笑われるなんでや、なんで鼻で笑われないかんのや。そうだよってふと思ってママに力説したんじゃけど、まあ、ちょっと何を急にみたいな。楽しそう、ありがとう。さっきパパから電話が来てね。パパから電話が来て起こされたんですよ。おねんねしていたのに起こされたんですけど、なんか何話したかちょっと覚えてないや。体調はどうなんだいって言われた気がする。まあ言うよね、大体大体言うっすよね。卵ボーロなら食べてもいいってね、ネットに書いてあったらしくてね、卵ボーロ食べようよって言ったけどね、もうお買い物に行ったっつったからね、やめた。くしゃみが出そうだよ。でも電話来たのさっきなんよね。ショールーム体調悪いのは無理しなくてもいいけどみたいなことを言われた気がするよ。明日の朝で熱が下がってなかったりとかしたらなんかレッスン出られないみたいな。困っちゃうね。明日までに元気になれると思いますか？明日の朝までに元気になれると思いますか？どうも、ディーマスさん、ありがとう。もう寝てる自分に頼るしかないよね。今何度？さっきね起きてから測ったらね37度だったと思う。何度だったっけ？元気になればいいけどね。なんかね昨日の夜はね下がったんよ。昼から夜ずっとね熱はなくてね、朝起きたらまたね 37.4 まで上がった。まあ上がったって言ってもそんなに高いわけじゃないけど、でそっから落ち着いて37度とかでうるうるしてる今。珍しい。あ、お腹痛い。でもこれが副反応だったりさ、私2回目死ぬんじゃないかと思うんやけど大丈夫かい？まったく。
性こそどんやばいよね、やっぱり。そうっすよね、2回目が命日かもしれないね、生誕祭を迎えずに。ちょっと頑張って生き抜こうね、2回目。まあこれは副反応出る人と出ない人いると思うけど、私はきっと出るんだろうな。いや今回はちょっとね、打ってからの行動が良くなかったんだと思うんだよ。多分安静にしてればここまで体調が悪くなることはなかったと思う。なんかちょっと忙しかったから、そういうのもあってだと思う。だからちょっと次こそはゆっくりとしようと思う、マジで。ヤシさんありがとう、魔法陣みたいなやつ。お腹が鳴ったわ、お腹が空いたんかもしれん。やっぱお腹空いたよね、なんか食べるか。ママがね食べさせてくれないんですよ。でもダイナスありがとう、くちゃくちゃ。あ、そろそろ終わらなきゃいけないのか、もう時間ちょっと今見えないけど、もう何時に始めて、30分、40分ぐらい始めたから、まあいっか、ごめんね、ちょっとでお腹に返事された。ケンマンさんファイト、ありがとう。よりちゃん素敵、ありがとう。先生、あ、57分やば、ありがとう。13位ゆうじさんありがとう。ジュニヨッシーさん、ね、羽根つが朝に朝がいしやすい、元気いっぱいになるようにありがとう。ジュチーさんありがとう。ジュイ昔からおじいさんありがとう。ケイマシーさんありがとう。マイハチひさしありがとう。7位ハマラビさんありがとう。6位ティータン体調よく悩ましい、はしゃごとこちゃくそ。5位マイハチドーク水分いっぱい取って汗いっぱいかいてバナナ食べてお薬のチャンネルやで、明日に元気になっていくことを祈しております。ありがとう、バナナ食べたい。やいモームさんありがとう。サイダイナス、こんな状況の中はしありがとうございます。本当に感謝でしっくり休んでくださいね。ありがとう、生きよう。デンリビクエビさんありがとう。第1位はリリーマスさんです。皆さんありがとう。ヨーグルトはねダメって言われた、うん、あ、よしさん、アイスありがとう。じゃあすみません、ちょっとでしたが、皆さんも体調にはお気をつけて、今日も一日お疲れでしょう。また明日配信できればいいんですけど。またせーの、バイチャ、おやすみなさい。